こんにちは、タロット占い師のアポロです。ウザードリーセブン、ガーディアの宝珠、実況プレイ23回目やっていきましょう。今、オルコグレの森の入り口付近に来てます。ここから、マップが回ってないところをね、どんどん埋めていきましょう。どういう順番で行ったらいいのかな。いや。とりあえず埋まってないところは適当にね、埋めていきましょう。この辺全然マップが埋まってないね。マップキットを見ながらね、何かに遭遇した。まあこの辺はゴーンばっかりでしょうね。ゴーンレンジャーか。5体だから。そうか、呪文で一気に倒しちゃった方が楽なのかな。スリープで今回は眠らせてから倒そうかなと思ったけど、1グループだけだから。ああ、ゴーンがスリープ打ってきた。どうなる？アポロとトートが、あ、ファイター、ヌアザム、ヌルチとか。やっぱ最初に呪文で一気に倒した方が良かったかな。呪文。ブレーズがよく効くんだよね。で、ノックラッシュ。そうな呪文は、霊気系あんまり効きそうないからね。どうだ？回復。このイメージはマジックミサイルかな。何体だっけ ?2、3、4、5。こんぐらい？攻撃呪文は積極的に使った方がいいよね。どうだ、倒せるか。まあまあ倒したね。よっしゃ。アーマー？あ、どうせ大したことじゃないと思うけど。今拾ったのは、これか。鑑定。キルトチュニック。結構重たいな。今は、西を向いてんだね。なんかディレクションの呪文全然必要なくなっちゃったよね、これ。マップキットを使ってれば。マジックポイントを消費せずにディレクションを使ってるのと一緒だからね。一歩一歩マップキットを見ながら、あ、まともさ。ゴーンスピアマンか。スピアマンは楽勝だね。楽勝なの。ですか。隠れる。
スリープを使う。この辺ではレンジャー以外は楽勝だよね。お、逃げられた。隠れようか。順調ですね。あとアイテム。スピーダー。ちょっと重量オーバーになっちゃうから。2、7、14。まだもうちょっと余裕あるけど、アイテム出しとこう。待って、余裕のある人は出してもいい。ムーアじゃまだ余裕あるね。ビショップのイシスは結構重量制限きついので、アポロは多少余裕がある。あ、トートが一番余裕ありそうだな。よし、トートに渡しとこう。今出すと。さっきの、スピアは別に、あ、でもね、アイテムは基本的に捨てない方がいいよね。ゴミでも売った方がまだマシだと思う。マップを、埋めながらと。どうなのこれ。うん。基本的に南の方からしらみつぶしに埋めていくような、そんな感じで今、マップを埋めてるんだけどね。うん、だいぶ埋まってきたよ。間違えた。よくわかんないな。なんかマップばっかり見てて、こう、3D の画面全然見てないんだけどね。もう行き止まりでしょ？どっち行ったよな。このまま真っ直ぐ行こう。お、なんか出た。ゴーンレンジャーだ。ゴーンレンジャーはさっきの反省からすると、呪文で倒した方がいいんだよね。呪文。アシッドボム。呪文。プレイズ。呪文。ホイッピング、ロック。これでどうだ？倒せるかな？レイヤーは、ホイッピングロックはパワーレベル1で打ちました。トートに、どうだろう。トート、とりあえず。いけるね。で、ほぼ次でとどめになるかな。アポロの足とボム、とどめはさせなかった。で、このターンでも完全にいけると思うね。OK。
けると思うけど、隠れる人が隠れます。忍術をスキル上げていかないと。お、誰が逃げた？敵は逃げたか。またスピアだ。スピア、トートが鑑定できるかな。スピアぐらいならできそうな気がするんだけど。できた。ヒットポイントはまだ大丈夫ですね。ここはまだなんか埋まってないな。さあ、レンジャー6体、さっきと同じパターンでいけそう。とはいえマジックポイントもなくなってきちゃうので、アーマープレート取ないよ。で、あ、そっか、アシッドボムも余裕ないな。あ、ここもあんまり余裕がない。まずいな。ホイッピングロックを強めに打っとこう。これどうだ？ホイッピングロックは基本的にダメージが弱いから、パワーレベル強くしても、大してダメージ与えられないと思うんだけどね。さあ。トートはパワーレベル1だから4体。で、ホイッピングロックはパワーレベル3。どうでしょうか？弱い。弱いです。レンジャー、ゴーンレンジャーに余裕を与えちゃうと、こういうことになるのよ。熱押し食らってしまった。チームスキン打ってきたぞ。ミドアロー。さて、まずシーフセリーナはなんともない隠れた状態で、ファイターノアーズは今目つぶしされてるので、防御。これで防御すれば、ブロックすれば、盾でブロックすることで、倍のダメージを受けずに済むという設定のはずなんだけど、どうでしょうかね。で、呪文。いちいち回復してる場合じゃないと思うんだけど。隠れる人は隠れて。この辺も使えると思うんだよね。シュリルサウンド。あ、効果がない。シュリルサウンド効果がなかった。あと2体。相変わらず熱物質が治ってないので攻撃できます。あれ？倒した。経験値は入るけど、順調にマップは回ってますね。
ここはどうだろう、ちょっとよく後回しにしてもう一回。今どの辺にいるんだろう。やっぱちゃんとマップを書いていかないとめんどくさそうな、めんどくさいことになりそうだな。あ、ビショップメシスがまだイッチングスキン治ってない。魔法がファイアボールとか、でもそんなにあれだな。これなんかマジックミサイル、あ、これが余った、あ、でもヒールウンズに使うからできるだけ使いたくない。とりあえずブレスか。アシットボムも、まあ一応とか。サイオニックブラストがある。これを使おう。C、え ?5、6、あれ?ここで、5体までか。ホイッピングロックを強めに打っちゃおう。まあ、マジックポイントは切れたら切れたでね、他にやりようはあるので、最初は出し惜しみをせずにどんどん使った方がいいよね。ホイッピングロックパワーレベル3、ダメージばらつきがあります。アシットボムはパワーレベル2でちょっと強めに打ちましたが、最初のダメージは低め。イッチングスキン打ってきた。はい、かゆくてイラついてます。サイオニックブラスト、お、混乱してます。効くね。お、死んだ。よし、なんか余裕だぞ。まだ、あ、避けられた。イッチングスキンだと攻撃が命中しづらいのかな。聞いてる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 。ほら、倒しました。お、レベルアップするかな。レイヤーがレベル6になりました。インテリジェンス、デクステリティ、スタミナ、ワンダー&ダガーをとりあえず上げて、この辺は忍術にしときますか。忍術をとりあえずマックスまでね、上げよう。そして神話学を上げていくと。はい、呪文は何にしましょうか。やっぱこのアースの領域、アース、地ね、地の領域が今結構使いまくってるので、マジックポイント増やしたいのでね。アマメルトは使うかもしれないからね、一応覚えておこう。使いどころはほとんどないと思うんだけどね。ちょっとお食事と休憩した方がいいかな。食事、レッドロールをいただきます。あんま回復しないね。あれ全然回復しないよ。スタミナはまあまあ回復するけど、
タミナの回復はするけど、ヒットポイントはあんま回復しないみたいだね。ゴールデンアップルがあるから、魔法も回復する余裕はありそうだね。違う、8問。バナナでも食べておきますか。まだ余裕あるかな。大丈夫だね。マップをひたすら埋めていきましょう。使ったぞ。外装した。アリーモスだ。珍しくモスが出てきた。なんかうまいこと呪文を活用しつつ、ここは普通に攻撃か。アリモス4体。なんだろう、怪しいな。呪文。処理でサウンド打ってみようか。そっか、魔法は。そんなにケチる必要ないんだ。思いっきり使っちゃえばいいんだよね。おお、強え。けどダメージめちゃめちゃ与えてんのに死なないぞ。ダメージ与えてるのにヒットポイント高いな、これ。なんだろう、正体がわからない。わからないまま倒してしまいそうです。とりあえず隠れよう。うわ、なんだこれ。何撃ってきたのだ。敵の攻撃よく見てないから。ああ、倒しちゃった。なんか網みたいなものを投げてきたよね。メンバーのステータスね。アポロとかレイヤー等々、この顔のマークがついてるけど、イッチングスキンね。あ、経験値めちゃめちゃもらえた。レンジャー、ゴーンレンジャーよりたくさんもらえる。インテリジェンス。ああ、これじゃ転職できないよ。転職できない。今なんだっけ、レンジャーか。忍術上げてく？忍術だね。あ、待って。よじ登りもちょっと上げとこうか。必要なのかな。で、ここが錬金術を18まで上げて、どうしよう、もうちょっと上げていった方がいいのかな。まあ、どうしよう、上げていくか。はい。どうせ当分転職できないんだもんね。まあ、
レンジャーになった最大のメリット、ブラインディングフラッシュをね、覚えれるということだよね。はい。まだ大丈夫だよね。イッチングスキンで、なんだろう、これ、イラつき状態？かゆみ？かゆみなんだよ。なんだろう。この状態だけど、あえて回復せずに行きます。どういうデメリットがあるかをきちんと確かめたいんだよね。マップがどんどん待ってきますね。待ってるんだけど、ここがまだ行ってないのか。ちょっと行ってみよう。なんかマップ切り替わったな。なんとなく怪しいのでここは引き返して、目印になんか置いとこう。アイテム、スピアを捨てます。はい。そうすると今ここにね、目立たないな、わかりづらいな。スピア落としたので。ここに、ちょっとね、目印としてスピア置いときました。じゃあ、ここを。どうかな。あんまり一気にあちこちってね。下、上。順調に待っております。本当はちゃんとね、マッピングをしていくべきなんだけど。わ、何かに遭遇した。ヴァンパイアルークだ。こいつらは、眠らせてから戦えばいいんじゃないの？隠れる。眠ってください。おお、早い。なんで早い？フレイヤーは遅いんだ。戦う、つく。あ、待ってよ。アーマープレートが切れてた。隠れて戦って。アイテム。エンジェル、ターン1を使う。セリーナ強いな。フレイ、後ろに攻撃してくるんだよね。とうとうフレイヤ隠れて、石数、ダメージ、12ダメージ。アポロ2回攻撃しました。戦ってみようか。あ、そういえば道具使うの忘れてた。セリーナはもうちょっと道具を使ってスキル上げるつもりだったんだ。じゃあ今使おう。
パークスティックをね、使います。防御。休息しよう。防御。休息。あ、フレイヤのスタミナもなくなってる。セリーナもフレイヤもスタミナだいぶ減ってるな。ちょっとお食事タイムだね。お食事タイム。セリーナ自身が持ってたっけ？ブレッドロール。呪文で回復した方がいいか。スタミナ。そして。食料品持ってない。食料品持ってないな。買ってきたつもりなんだけど、あ、ちょっと、ああ、何やってんの。そうか。回復はキャンプ取ってやるべきだったね。まあ。大丈夫だけど。なぜかヴァンパイアルークが連続で出てきた。ヴァンパイアルークの巣があるのかな、近くに。目つぶしだね。2、3、4、5っていいのかな？プレイヤーのスタミナを持つか。うわ、7000ダメージ。ヴァンパイアルークも結構強い。ヌアザが避けた。アポロ、6のダメージ受けた。イッシスに飛びかかって6のダメージ。アポロ遅いよ。とりあえず目くらましをしたので。もうスリープより全然、目つぶしの強力だよね。目つぶししたけど、あえて隠れます。逃げちゃうんだよね。スリープなら逃げないけど、目つぶしだと、まあ逃げるとは限らないけど、起きてるから弱ってきたりすると、ピンチになったりすると、逃げちゃうことがあるんだよね。まあ、待てよ。アイテム。フレイヤーはちょっと今休息取ります。フレイヤー休息。結構スタミナの消耗が激しいね。予想し、思っていたよりも、スタミナの消耗が激しいので、まあ、食料品はスタミナを回復するためにあるようなもんだね。
呪文で回復してもいいんだけどね。スタミナの領域は結構余ってるから。あとヒットポイントも回復しなきゃいけない。まあこんなもんか。セリーナがどのぐらいスキル上がってるかね。アイテム上がってんのこれ前回どのぐらいだったかちょっとわかんない。今31。スパークスティックを1回使うごとに1回ちゃんとスキル上がるんだろうか。でアイテムクロークをちょっと鑑定。失敗。相変わらず鑑定できない。そうだ。ブレッドローズを。イシスに渡して。食べさせます。全部食べちゃおう。ゴールデンアップルがあるから呪文もまだ贅沢に使っていいんじゃないの。うわあ、なんだゴーンランサー。正体さえ分かれば攻略は楽だと思うんだよね。どうしようか。目つぶし？目つぶしどうだろう。節約した方がいいかなこれ。だったら、ああ、アシットボムを使えない。楽だと言いつつ、やっぱり、目つぶしか。2、3、4、5。ちょっとね、9。9で打つの。9っていうか、2、3、4、4体。で、呪文。フレーズは使えない。ピッチングスキンなんて持ってんだよね、よく考えたら。ちょっとこれ打ってみようか。何体使えるんだっけ、これ。多分、どうだろう。よくわかんない。よくわかんないから、あれで、3で一応打ってみる。で、スリープを打とう。はい。まず、セリナ隠れて、イシスブレス。そして、ヌアザが攻撃。これはどうでもよくて、フレイヤーはスリープで、1、2、3、4。全員眠らせた。ブライニングフラッシュ。目つぶし、1、2。あ、わかんない。あ、でも全員っていうか、1、2。何体効いてんのかわかんないじゃん、これじゃ。ちょっと、ちゃんと聞いてんのか聞いてないのかよくわかんないな。まあ目つぶし聞いてるから普通に攻撃でいいんじゃないの。呪文使おうか。ああ。ファイアボール。隠れて、かぁ、ゴーンランサーヒットポイント高いな。お、
おー、ちえ。とりあえず隠れて。呪文、なんかあったっけ。攻撃呪文、あんまないな。普通に攻撃しようか。呪文、アイテム、エンジェルズタウン。ランサーは呪文使ってこないから、防御さえ上げとけば大丈夫だよね。そしてアイテム、さっき31だったけど、スパークスティックを使うとどうなるんでしょうか。あれ？ちょっと、アイテム、スパークスティック。アイテム、防御だね。急速。効かない。アイテム、スパークスティック。手強い。なんとなくいつも最後の一体だけ粘るっていう感じだね。さあ、シーフスリーナのスキルが上がってるかどうかちょっと確認だね。スキルアイテム30、さっき31だったのが33になったってことは、1個スパークスティックを1本使うごとにアイテムのスキルが1個上がってるってことだよね。まだ鑑定は成功しない。ヒットポイントは余裕あるから。よし。だいぶ回ってきたぞ。何かに遭遇した。参った。どうしよう。敵の数が多い。多い時にシーフスリーナすることがないんだな。アイテム。隠れられるかな。一応隠れてみよう。敵はランサーか。呪文、何かないか。あ、違う。え？そっか。また何か間違ってるぞ。シーフスリーナは隠れる。で、ファイターはスピアマン攻撃。ここまで合ってるでしょ？あ、これで。で、ビショップはどうするかだよ。呪文。ブレーズ、ブレーズをレンジャーにかけよう。そしてランサー呪文、目つぶしは足りない。さっき使っちゃった呪文。アシットボムも使えない。だったら、スリープを使うぐらいしか考えられないかな、ね。そうだね。
呪文。ゴーンランサを少し眠ってもらおう。スピアマンをほっといて、レンジャーに、ブレイズは使えない。サイオニックブラストは結構効いてたような、効いてなかったような。で、敵の数が多い時の奥の手。禁じ手とも言ってもいい。ニュークリアブラスト。パワーレベル1か。まあ、いいや、撃ってみよう。どういう結果になるか。セリーナ、隠れるの成功。何言った？これが今、ニュークリアブラスト？なんか、しょぼいエフェクトだったけど。ゴーンスピアマンは、ギリギリ倒せてる感じだね。ダメージはまあまあ与えてる。ニュークリアブラストの、まあ、そんな強くないけど、そこそこ有効な攻撃だったみたいね。で、シープブレーズで、ゴーンレンジャーダメージ与えて、ゴーンランサー、ゴーンランサー、避けた。あ、トートがやばい。サイオニックブラストで、レンジャーを混乱させております。効いてるね。サイオニックブラストがなぜかよく効く。よし、いい感じです。じゃあ、ゴーンランサーに攻撃。ハイターはスピアマンに普通に攻撃して、ビショップのイシスは、回復がいいのかな。そして、アポロどうしようか。ゴーンレンジャーは、を倒したはいいのかな？待って。攻撃呪文があったっけ？ないよ。何もないんだ。どうしよっか。隠れる。いや、隠れるの失敗そうな気がするんだよね。だったら、普通に攻撃した方がいいような気がする。まだ呪文が何か余ってるはず。あ、ブラインディングフラッシュは使える。フランサーに、2、3、4、5。で、レンジャーにとどめを刺したい。ホイッピングロック効くかな。これぐらいで打っとこう。死んでる死んでる。いいぞ。あれ遅いよ、とうとう。さあ、あとはどうしようか。隠れよう。攻撃。隠れてください。まだいいや。普通に攻撃しよう。アイテム。エンチェルダウン。どっちにしようかな。ゴーンランサーを攻撃。攻撃だって。戦うつく。ヌアーザはレンジャーに攻撃。あとはもうゴーンランサーに攻撃かな。隠れてください。
か見れた。メッセージちゃんと読めないっていうのがね。防御、球速。球速はスキル上がらないから意味ないんだけどね。まあ、スキルを上げることだけが全てじゃないし。アイテム、スパークスティックどんどん使います。少しダメージ受けちゃってるかな。じゃあレッドロールでも食べよう。そうそう、ちゃんとキャンプを張ってから休息するべきだよね。キャンプ、こういう状態で。なったね、いつも失敗するんだよね。全部食べちゃおう。よし。そして。書いてないな。うん。もうちょっと歩き回ってみましょうか。もうすぐマップが全部埋まりそうな気がするんだよね。お、切り替わったね。切り替わったの？違うな。なんだろう、今。フリーズしたの。マップが埋まったね、ほぼ。ほぼ全部埋まったんじゃない？うん。うん。ん？待って。これか。ここにスピアを置いたんだよね。そっか。もう食料品なかったっけ？まだあるね。ああ、そっか。トートには出して、バナナはあるな。あ、いや。呪文で、スタミナ。
やっと鑑定できたよ。デス・シュラウド？全員装備できる。デスってついてるのちょっと怪しいね。また呪われるんじゃないのこれ。ちょっと怪しいのですぐには装備しないで置いとこう。まだちょっとだけ余裕がありそうなので、じゃあ次回こっから先へ進んでみましょう。今回ここで終了。